川崎はネイキッドモデル Z900RS と共に高い支持を得ている Z900RS CAFE の2023年モデルを発売します皆さんこんにちはヤフーニュースから引用です川崎はネイキッドモデル Z900RS と共に高い支持を得ている Z900RS CAFE の2023年モデルを発売します 2018年3月に発売された Z900RS カフェは、かつて川崎が販売し、絶大な人気を誇った Z1 からインスピレーションを受けたティアドロップ型フエルタンクやエンジンカバー、テールカウルなどを採用したモデルで、ボルト類に至るまで随所にこだわりが盛り込まれた機種です。川崎伝統の並列4気筒 948cc エンジンを、 搭載した Z900RS カフェの最新モデルでは、ブラックの外装色にゴールドのグラフィックを採用、ホイールにもゴールドのストライプを備えることでまとまりのある上品な印象に仕上げられています。新排出ガス規制に適合した Z900RS カフェ最新モデルの価格は146万3000円となっています。本日は以上です。 最後までご視聴ありがとうございました。